だれだ。空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン。リーチよく支度しな。出かけるよ。どこ？どこへ行くの？お金の都合がつかない、それでほっとくんですか？そんなのってある？だから明日必ず出かけていくから、今夜のところは明日あんたの明日なんか当てになるもんか。間違いねえよ、金の都合のつく当てもあるんだから。今までほっといてどうして急に当てができるのよ。いい加減なこと言わないでよ。あんたみっともないよ。ご近所にうちの中入ってもらいな。泥棒猫じゃあるまいし、暗いとこでなくたって構わないんだろ。わかりました。あんた私を騙したんだ。責任取ってもらいますからね。私はこの通り手の皮から子供3人抱えたんじゃ働く子にも身動きつかないんだから。貯金なんて1円もないんだし、そこのとこを考えてくださいね。うちだってね、家事からこっち余分な金なんてありゃしないよ。あんた人から借りてくるなり泥棒するなりして片付けんだね。話つくまで私ここ動きませんからね。あ、いいよ。その代わりね、うちは夫婦もんで返しとつかしてあげられないよ。ママがいない。さあちゃんは死んじゃったの。死んでお空のお星様になっちゃったの。よっこはね、父ちゃんと東京に行って帰ってこないんだ。きっと迷子になって誰かに拾われたんだよ。よっこは教えて。お父さんお母さん、あ、じゃなくてパパとママかな。名前知ってるよね、坊や。帰ろう。